正吉さんは中華民国の政治家。小解析の秘書で中国国民党、国民政府において、家境関連政策を担当した人物である。公立関東高等師範学校を卒業した後、諏訪党に赴き、同院校所課長となる。その後、故郷に戻り、県官学所所長となった。1924年夏、候補軍艦学校創設の時に、 小解析の秘書に任命された。1926年の北伐に際しても、国民革命軍総司令部機用室秘書に任ぜられている。1927年、小吉さんは中国国民党中央特派員として南洋へ、今日、ストムの視察に赴いた。帰国後の1929年1月に、国民政府今日、ストム委員会委員に任ぜられ、9月、 概要、中母交際委員会委員に転じた。同年、国民党中央観察委員会秘書長となり、さらに、南京特別市党部執行委員兼常務委員となった。1931年9月、京都務委員会常務委員となり、12月に、東大四期中央執行委員候補に選出され、中央海外党務委員会委員も兼ねた。1932年10月、 国民政府選挙協選員に任ぜられている。1935年11月、小吉さんは第五期中央執行委員に昇格、選出され、中央海外党務委員会主任委員代理にも就任した。1936年7月、関東省政府委員に任命されている。1938年4月、当中央海外部副部長に昇進し、 南洋研究所所長も兼任した。日中戦争に際しては、米州各地を訪問し、家境からの戦費募集、調達の任に当たっている。また、関東省では高手所長にも任せられた。戦後の1946年11月に政権国民大会代表、1948年に雪乗り国民大会代表にそれぞれ選出されている。 1949年、国境内戦での国民党敗北と共に台湾に逃れ、1952年、党中央評議員に任ぜられた。1956年8月13日、訪問先のプノンペンで自動車事故に遭い、26日、この際の怪我が原因で死去した。去年64、ありがとうございます。